子供は国の宝だという言葉がありますが、先日、日本で問題になっている少子化問題の原因について、非常に的確なコメントをしていた方がいましたよね。というわけで、今回は、あの天才子役たちの現在をご紹介します。天才子役1、吉川愛。吉田莉子という芸名で、5歳の時、爽健美茶の CM でデビュー。12歳の時、映画、秘密の赤ちゃんで共演した岡田将生から、一緒にすまねえ、俺と、と誘われていました。それに対し、吉田莉子は、当時、岡田将生は24歳です。これには、少し問題発言の匂いも感じますが、ドラマ、めいちゃんの出自に出演した際には、共演した佐藤健にだけチョコを渡し、吉田莉子ちゃんにチョコをもらった。泣くほど嬉しかったと言っていたそうです。2016年4月、勉強に専念するため芸能界を引退し、普通の生活を送っていましたが、1年後、芸能事務所にスカウトされ、芸能界に復帰しました。スカウトしたスタッフは、吉田莉子と気づかなかったそうです。天才子役に、野村ゆか。3歳から子役としてデビューし、ドラマ、木曜の怪談、1995年から97年で大ブレイク。当時は小学生でしたが、忙しすぎて3時間しか寝れなかったとか。チャイルド四天王とまで言われましたが、2002年に大学進学し、芸能活動を休止。その後2007年に復帰し、ブログなどで情報発信もされています。33歳となった現在も、とてもお美しいです。天才子役3、吉野さやか。元祖チャイドルと言われる吉野さやか。1994年、小学6年生の時、自らオーディションに応募し、ファッション誌のモデルとして活躍。その後、数々の映画やバラエティに出演されますが、永瀬智也さんと相武咲さんのデートをブログで暴露するなど、奔放な発言が目立ったことにより、徐々に干されていきました。最近では、テレビ番組、有吉反省会では、毒舌キャラが仇となって、周りから嫌われ、干されたと、暴露。彼女の毒舌はかなり面白かったのですが、現在は、アメリカ人の男性とご結婚され、保護犬やフェアトレードなどの番組、ハローフロムアースに出演されています。天才子役4、福原遥。2005年、7月から子役として活躍し、10から14歳の時には、クッキンアイドル愛、マイン、で主役を務めました。大きいお友達から、マインちゃんと呼ばれ、親しまれました。現在は、女優のほか、テレビアニメの声優や、もしもツアーズ、3代目ツアーガイドなど、活躍の場を広げています。ちなみに、料理番組では、右手で包丁を使っていましたが、左利きだそうです。
天才子役5、西川和孝。よろずや金之助版の子連れ狼で、俳優の息子、大五郎役を演じていました。高校卒業後、芸能界を引退し、水泳指導員や市議会議員に。市議会議員引退後は、すずめ賞を経営しますが、どちらもうまくいきませんでした。1999年、金銭トラブルで、知人の金融業者を殺害後、約550万を奪って、海外、タイへ逃亡。しかし、強制送還され、2000年に無期懲役が言い渡されています。実は、筆者の近所に、この子の役が住んでいたんですよね。私が子供だった頃の事件ですが、今でも印象深く残っています。そんな風な人には見えなかったから。天才子役6、矢作ほのか。2009年、未来ほのかの芸名で、ファッション雑誌、ラズベリーの専属モデルに。翌年、仮面ライダーオーズに、13歳で、女性怪人の幹部として出演しました。2014年8月に、所属事務所を退社し、留学を経て、2016年本業の矢作ほのかとして芸能活動を再開。現在もドラマ「貴族探偵」や映画「花形見、花形見」に出演されています。いかがでしたか？矢作ほのかさん、かわいいですよね。ドラマを見てファンになったので、とてもよく覚えています。あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると、動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。